全然まだまだ試合見れるような選手にまだまだ勝てないっていうか、でも知り合ったがまさかこのタイミングで自分に対決を挑んできたので、なんか思ってもないこの展開で、自分にとってもチャンスだと思いますし、選手にはかなわなかったかもしれないけど、とりあえずシルエットはあんな形で、なんかライバルかまさか生まれると思ってなかったのでありがたいですね。シルエット選手についてはどのような印象でしょうか。そうですね、まあ、見た目は本当に可愛らしいし、あんなルチャのスタイルで本当テクニカーですね、まあ、自分と同じタイプだと思うんですけど、まあ、それで同じ立場でこうライバル視してもらえるっていうのは本当に光栄で、自分が今なかなか今ライバルを見つけられてない状況なので、こうしてメキシコの選手とやり合うっていうのは本当に自分もワクワクしますね。